ステファン・バノック・ステファン・バナッハは、ポーランドの数学者。バナッハ空間論、実解析論、関数解析学、数学基礎論などで多大な業績を残した。ワルシャワ学派、クラクフ学派、ルブフ学派の3派で構成される、ポーランド学派のうち、ルブフ学派のオリジナルメンバーの一人。百九十二年、オーストリア・ハンガリー帝国領のクラクフで、父親ステファン・グレチェク。 母親カタジナ・バナフハとの間に生まれた。母親は、バナフの養育を父親に託し、姿を消した。幼年時代は、祖母と暮らした後、プーバ一家に預けられ、ギムナジウムを卒業するまで、父親の経済的援助を受けた。ルブフのリビウ工科大学にて工学を学び、1914年前期、家庭を修了した。その後、ルブフ大学のヒューゴシュタインハウスと、 劇的な出会いをするまでの経歴は分かっていない。1916年バナフはクラックフのプランティ公園で仲間と数学の話をしている時にシュタインハウスに話しかけられ当時未解決問題だった実解析関連の問題をたちまちと言ってみせた。これをきっかけとして数学の才能を認められ数学者に転じる。1920年シュタインハウスの助力により ウクライナリビュー工科大学、アントニオ・オムニツキ教授の助手になる。同年、ウクライナリビュー大学より、中小集合の演算と、その積分方程式への応用についてで、博士号を授与される。博士論文では、今日バナッハ空間と呼ばれている概念が導入されており、この論文は、現代的な関数解析の幕開けを告げるものとして、高く評価されている。 1922年には、ウクライナリビュー工科大学で教授に就任。ウクライナリビュー大学の助教授の資格を得る。教科書などを精力的に執筆した。この頃から、バナッハをはじめとするウクライナリビュー学派の人々は、スコティッシュカフェに集まり、そこで数学のことを論じ合うようになった。この結果をまとめたノートは、スコティッシュブックと呼ばれ、後に出版された。 1927年ウクライナリビュー大学教授に就任した。1929年には、シュタインハウスらと、ストディア・マテマティカという関数解析関連の専門雑誌を創刊した。1931年には、線形作用ソロンを出版した。本書は、当時の関数解析、バナッハ空間の研究成果の修正というべきもので、ある。その他に、 同じシリーズの一冊として、力学も執筆した。線形作用ソロンは、作用ソロンの第一巻として出版された。バナッハは、第二巻として、非線形作用ソロンを執筆するつもりであったと推定される。1939年9月21日、第二次大戦没直後、リボフは、ソ連に占領された。この時期は、比較的平穏な日々を過ごしている。 また、ソ連の数学者、セルゲイ・ソボレフとの親交も深めた。ウクライナ国立学士院の通信会員になった。1941年ドイツがソ連に侵攻した後、ルブフもドイツの支配下となった。この時期は、白身の培養の仕事を押し付けられ、ナチスに逮捕されたこともあったが、その合間に、更進の指導も行っていたようである。 ナチスは40人以上のポーランドの知識人を暗殺したが、バナフは奇跡的にこの難を逃れた。1944年リボフはソ連に解放された。1945年、第二次大戦下の過酷な環境により、次第に健康は蝕まれ、1945年に肺がんにより、ルブフで没した。彼は重要な数学の論文を発表するとともに、 数学のハンドブック、小中学校向けの教科書を執筆した。諸女論文は、フーリエ級数の収束に関するものであり、その他、マックスウェルの方程式に関する研究、速度論などの研究もある。彼の博士論文にはすでに、関数解析学、バナッハ空間論の基礎となるものが示唆されており、前傾作用素、論百三十一年では、 今日バナッハ空間論と呼ばれるものが初めて効率化された。彼の移植の研究成果としてバナッハタルスキーのパラドックスがある。ありがとうございます。